皆さんこんにちは。夢と希望の障害者、田島春樹です。今日もまあ政治の話をちょこっとしていきますが、島根県ですかね、の知事さん、丸山知事さんがですね、まあオリンピックのね、聖火リレーの中止の意向を示したみたいな話がニュースに乗っかっててですね、まあ要はその政府のね、新型コロナ対策に関して、賛同できないと、ちょっと不満があるので、そこはあの 国としてね、起こすオリンピックに対してこう賛同できないという意向を示したということでニュースが上がってました。で、このニュースを見て皆さんがどう思うかなっていうところだと思うんですが、僕はすごくいいことだなって思います。いいことって、その聖火リレーを中止することがいいことなわけじゃなくて、何をもってそれを中止にするかということを、一地方の知事が、ね、決めているということが大事なんだろうなということですね。で、今回の場合は、まあ、今、新型コロナウイルスのね、その対策がなっていないから、その政府に賛同できない一環として、オリンピックの聖火リレーの中止、を、まあ、これから委員会で決めていくっていう段階ではありますけど、こう表明したわけですね。風がうるさいですね。ここをしっかりとその一知事が、県の代表である県知事という人がですね、表明していくということ、県民を考えて行動していくことはやはり大事なんだろうと思うんですね。で、一方、群馬県ではその時短営業を解放するとかしないとか、まあああだこうだごたごた言ってますが、その政府に対してものをある種言っているかといえば、まあ全く言ってないとは言わないですよ。全く言ってないとは言わないけど、こうあまり今の政権に対して、批判をしていないことを見るとですね、あの人口はうまいんですけど、説明する、まあ説明の仕方というかはまあうまく聞こえるんですけど、群馬県の知事は山本一太知事ですね、まあ議長なんかもね、務めてましたけど、なんか結局自民の肩を持ってしまうような印象が強くてですね、それに対してその丸山知事ですか、はちゃんと今の現状をしっかり捉えて、そんなオリンピックなんてやってる場合じゃないんだよということを突きつけたということはですね、ものすごく県民にとっても、また他の県知事にとっても、ね、大きなことなんじゃないかなっていうか、大きなこととして捉えてほしいなと思ってるんです。じゃないと、なんか島根が言ってるわで終わりに他の県知事がしてしまうと、それはそれで問題なのかなと思うんですね。で、国民のみんなも我々もそのなんか声明が声明があった時に、そのなんか、ああなんか県知事お偉いさんがなんか言ってるわで終わりにしないでほしいなというのが あるんですね。どういうことか、自分のせめてね、自分の住んでいる地域の県知事、府知事、都知事、道知事、いると思いますが、そこが何を言っているのか、声明を出した時に自分はどう思うのかということをしっかりと考えてほしいなって思いますね。で、なんかそんなに難しく考えなくてもいいと思うんですね。政治を捉えるって、もっとフランクに捉えていきたい、行くべきなんだろうなって思うんですけど、
そう、そんな話をですね、まあちょこっと今日は後半していくんですけど、政治ってなるとどうしても固いイメージとかっていうのが、なんだろう、ついてきちゃう、うん、じゃないかなと思うんですね、皆さんの中にも、また国民の中にも。で、まあやっぱり、まあ、今ね、令和のね、若者連なんかにちょこっと参加して、いろいろ話を聞いてたりしますが、仕事が忙しくて政治に手がつかないという人がやっぱり若者の中でもいるわけですね。で、そうなった時に、その政治を考える余裕がなくて、触れる余裕がなくて、じゃあなんでその触れる余裕がないのかなってなった時にお笑いとどう違うんだろうと思ったんですね。まあその人がお笑い好きかどうかとかはわからないですけど、あ、目がかゆい、花粉が飛んできましたがね、政治とお笑いを比べた時に何が違うのかなって、どれだけフランクに捉えられるかどうかなのかなって思うんですね。例えば千鳥のね、あのネタとか、サンドイッチマンのネタを見てですね、そんなめちゃくちゃ真剣になんか捉えないじゃないですか。わかります、わかります。例えばいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませって言って、あのハンバーガーショップのね、あのサンドイッチマンのネタがあるんですけど、入ってきた時に店員さんが3回でブックオフかって突っ込んだりするんですけど、そのいらっしゃいませ3回に対して、なぜこの人はいらっしゃいませを3回言った、その裏にはどんな意図があってみたいなこと考えないじゃないですか。うん。で、政治の場合それを考えることは確かに大事なんですよ、確かに大事なんですけど、しょっぱな、あ、とりあえずなんかそのオリンピックの、うん、聖火リレー中止にするって言ってるわっていうことに対して、お、島根なんか言い出した、面白いじゃんから入っていいと思うんですよ。うん。要はあの、その声明、表明って、政治界の中の表明って、またはその言動って何かっていうと、お笑いで言うとネタだと思うんですよ、僕はね。これまあいろんな意見あると思いますよ、いろんな意見あると思いますけど、そのネタに対してもっとフランクに、お、なんか言ってる、なんか面白いこと言ってんなっていうところをから、なんでしょう、入っていっていいんじゃないかな。それが、まあ政治界の中ではボケとツッコミには分かれないですけど、むしろこっちが、いや、これ完全にボケだろみたいな、ネタに感じるとか、いやー突っ込んでんな、それこそ今回は国に対して突っ込んでるわけですね、その表明って、あ、めっちゃ突っ込んでるわっていう見方をすることができるようになると、政治ってもっとフランクな感じになっていくんじゃないかなって僕思うんですよ。うん。ただ政治とお笑いの違いって、使う言葉が難しいかどうかだと思うんですね。うん。で、現実に起きる起きないっていう、まあものもありますけど、お笑いは現実に起きたらバカらしい、ですね。うん。バカらしいというとすごく語弊があるかもしれないですけど、お客さんメニュー下にありますよって言って、現実下に置いてあったら、いや、なんでだよってなるんじゃないですか。だからそれはないようにしていくのがお笑いだと思うんですね。うん。そのまた矛盾だとか、そういったところを
ユーモラスに捉えていくのがお笑いですけど、政治の場合はどっちかっていうと、現実に起きないことが茶番っていうイメージですね。例えば、まあ森かけ問題でも何でも桜の問題でもそうですけど、なんか現実に起きているのにそれを起きてなかったように、してしまうのが、またはこうこの2週間が大事なんですとかなんとかって言って、結局何もなかった、その成果が得られなかったって言った方が茶番になってしまう。そこがお笑いと逆なところなのかなと思いますけどね。だからそういったそのお笑いと何が違うんだろうとか、まあ自分の好きなことでもいいです、自分の好きなことと何が違うんだろうって考えた時に共通点を見つけてですね、政治を見ていくことができるともうちょい面白くなっていくかなと思います。戸田市議選のね、スーパークレイジー君なんかも面白かったじゃないですか。まあ戸田市議選に出た時もね、アンパンマンマーチをね流しながら、まあ選挙活動やってましたけど、そのパフォーマンスとお笑いと何が違うのか、違いを見つける楽しさもあるかもしれないですね。うん。でも共通点を見つけるっていう面白さもあるかもしれないですね。まあそこはですね、ちょこっと、やっぱり発信する側もそれを踏まえながら、発信していった方がもっと世の中にね、フランクに捉えられるのかなーなんていう気もしたので、皆さん発信側も受信側も、そこをですねちょっと頭の隅に置いて、発信していけば、また受け取っていけばいいんじゃないかなと思いますという話でした。今回は、鳥取県のですね、鳥取県じゃない島根県のですね、丸山知事の、オリンピックの聖火リレー中止する意向を、示したというニュースから、政治をどう捉えていくかという話でした。ということで今日はこんなところにしたいと思います。次回をお楽しみに。バイバイ。歩き出すどこか気づけば帰る道はわからない、一人ぼっちだって友達がいたって、びしょ濡れになってさあ空を仰いでみよう、今が雨だからあの日を思い出せるし、聞こえるよ声叫び